皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT ジャズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、前回から玉川大学教育学部の浜田秀武先生にお越しいただいてるんですけども、社会科の教員養成の取り組み、とても参考になるお話でしたね。はい、教職課程の頃からあのような非常に優れた実践の中でですね、育つとやはりすごくいい先生になるでしょうし、こういったですね学びとかをした先生たちが増えると日本の教育っていうのももっともっと良くなるなと思いました。確かにそうですよね。また後編ではZoom を使ったオンライン授業の実践についてもお話しいただけるそうですよ。はい、ウィズコロナとかアフターコロナの時代にはやはりいろんな先生がですねオンライン授業といったことができるスキルって必須だと思うんですけれども、そういった中私自身もですね教員としてしっかり勉強させていただこうと思います。はい、ということで後編のご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして玉川大学教育学部の浜田秀武先生。プレゼンタイトルは ICT で生まれる新しい空間認識です。浜田先生お願いいたします。どうぞ。はい、こんにちは。玉川大学の浜田です。今から ICT で生まれる新しい空間認識の後編についてお話しします。この後編では空間の見方を変えるだけでICT は不可欠な存在へと変わっていくというお話をしたいと思います。デジタル空間の特性を理解しその本質をオンライン授業に生かす、こういう取り組みを私はこの、コロナ禍のオンライン授業でやってまいりました。そこでやった2つの教育実践、 LTD 話し合い学習法で見えた可能性、そしてプレゼンテーションにおけるチャット機能活用の可能性の、この2つの教育実践について今からお伝えしたいと思います。まず対面授業とオンライン授業の特性を整理しておきたいと思います。この対面授業とオンライン授業の特性、簡単に言ってしまうと対面授業というのは集団を扱うことができますね。そしてその集団内でいろんな雑談も含めて関係性を持つことが容易である。一方でオンライン授業というのは完全に個の空間なわけですよね。そしてその個の空間をブレイクアウトセッションなどで結びつけて初めて集団化するわけですね。これが明確に違います。しかしそういうふうにですね、マイナスの面だけ捉えてしまっては、限定された面だけ捉えてしまってはいけないんで、このオンライン授業をどういうふうに生かしていくかという目線を考えていく必要があります。それがですね、発想を展開必要なんですよね。例えば空間がオンライン上に限定されたと考えるのではなく、空間をオンライン上に限定できると考える、一人一人の意見を聞くことが難しいと考えるのではなく、大勢の意見を一斉に集められると考える、雑談ができないではなく雑談をさせないで済むと考えればいいんですよ。そういう観点から私はこの授業を取り組みました。名著講読という授業がありました。これはですね、4人グループを基本としたディスカッション授業なんですね。いわゆる LTD 話し合い学習法という、これは共同教育と呼ばれる概念の授業法の一つなんですけれども、これをですね私は名著講読という授業でやりました。教材はニトビーなどの武士道というものを持ち、そして予習に 3,4 時間ぐらいかけてもらって、その予習課題を読む形で議論を授業内でする、そういう授業です。実はですね、この LTD 話し合い学習法というのは明確にですね、何をどういう順番で話して、しかもそれは何分で話さなければいけないという、かなりですね時間の管理とグループ統制が重視された、そういう授業法なんですね。実はですね、それを実際の授業でやるときにいくつかのテクニックが必要になるわけですね。学生たちをまとめなきゃいけないテクニックが必要になるんだけれども、実はオンラインでやったときにそれが結構容易だっていうことに気づいたんです。オンラインと共同教育の意外な親和性があるんですよね。で、実際にやったときに、いろんなですね、改善点が浮かび上がってきました。例えば以前ですと話を続けたくなってしまってグループの話が終わんなくなってしまったんだけども、実はもうこのオンラインだと強制的にもうグループが解散してしまいますよね。そしてもう一つ、気が散って隣のグループとすぐ雑談してしまうような学生いたんだけど、それはもう無理ですよね。だってもうオンラインという個の中ですから。このようにですね、オンラインによってかえって
授業がうまくいく、そういう授業も出たんですよね。そしてそれは実に好循環を生んでいったんですよ。でその結果ですね、学生たちがこのグループの学びに集中し、深い学びをして、その結果としてですね、このようなプレゼンテーションを最後にしてくれたんですよ。武士道を現代的にこれを説明し直してくださいっていうようなプレゼンテーションを題出したときに、こういうタイトルのですねプレゼンテーションをしてくれたんですよね。ちょっと見てください。この一番上とかちょっと面白くないですか。武士道と恋愛、恋をしたいあなたへ編、わけわかんないですよね。でもこれって確実に武士道と恋愛で同じような構造を見出してつなげてるんですよね。こういうことは深い学びにならなければ生まれないですよね。これがもう深い学びがあるからこそ創造性が生まれたっていうことの証拠なんです。このタイトル見るだけね。目的が明確な学びにオンラインというのは向くんです。したがって空間にとらわれると考えるのではなく、自覚的に空間をマネジメントする、そういうような感覚でオンライン授業というのはできると思います。そしてもう一つの教育実践について説明したいと思います。これは私の、ゼミの内容なんですけれども、ゼミの最後に卒論報告会を催しました。これまで当たり前ですけども、卒論報告会は対面でやっておりました。しかしこのオンラインになった時にどうしたらいいか悩みました。オンラインで議論は活性化できるんだろうか。これが大変重要な命題だったんですね。そして実際にこれはもうズームでやりました。ズームでやる時にじゃあどうしたらいいか考えた時に、一つしか私は浮かばなかった。チャット機能なんですよ。多分ですね、いろんなやり方あると思うんですよ、世の中に。だけれども Zoom にはチャット機能っていうのは標準で備わってるわけですよね。まずこれどうにか活用できないかなっていうところでやってみたんです。で、こういうふうなルールをしました。発表を聞いている時に、その時に質問内容を考えなさい。そして発表中でもいいからどんどん書いていきなさい。そしてその発表が終わったら、さっき発表してた人は一つ一つ回答を書いてきなさい。このような方法をしたんですね。するとですね、これが実にですね、これまた深い学びにつながっていったんですよ。で、この卒論報告会で起きた深い学びについて、実は学生と振り返りを実施しました。その結果について皆さんにね、簡単に報告していきたいと思うんですけども、まあ、これはずらっと並べましたので、後で皆さん見ていただきたい。重要なポイントは太字だけにまとめました。一つはですね、普段発言しない学生が発言するようになったんですね。これがものすごい効果高かったんですよ。そしてもう一つは、他人の発言たくさん出てくるわけですから、それを集めることで多面的多角的な視点を得ることが容易になったんです。これが大変効果的でした。まあ、ただ一方として課題として残る面も見えてきました。それはですね、やっぱりこういう方式に慣れてない学生が多い。一番重要なのは、質問を考えながら聞く姿勢にない学生が多かったんですよ。そういう学生はやっぱり対応は遅れてしまうんですね。そしてもう一つ、どういうふうにしたら効果的に質問できる、そういうふうに考えられるんだろう、その構造的な理解のできない学生というのは多かった。これをうまく指導していく必要がありますね。ただこういう問題点をカバーできた時に、おそらくこのチャットっていうのはものすごくインタラクティブな機能になっていくんじゃないのかな。当たり前と思ってた、すごい簡単な機能なんだけど、実はすごい可能性があるんだっていうことを私は身にしみて感じました。以上で私の教育実践の報告を終わります。ありがとうございました。授業で使えるツール活用講座、玉川大学工学部の小坂井です。今回はオンライン授業や動画収録に使えるグリーンバックのご紹介です。ビデオ会議を使ったオンライン授業などでバーチャル背景とかがよく使われるようになっていると思います。今回はそこにもう一工夫するためにグリーンバックを使おうというお話になっております。グリーンバックなんですけれども、まず1個目がこのカーテンみたいなタイプですね。吊り下げて使ったりだとか、こうちょっと折りたたんでですね使うといったようなことができると思うんですけれども、実際には1500円ぐらいから売ってたりもしまして、いろんな大きさがあったりもするので、その場所によってですね、買うものをですね考えていただければと思います。こちらの写真見ていただくと、ちょっとですね、薄めの生地を使ってたりなんかすると裏が透けて見えちゃったりもするので、光の加減だとかですね、ご注意いただければと思います。大体折りたたんで使ってしまえば大丈夫かなというふうには思います。
でこのようにですね、撮るわけなんですけれども、ビデオ会議のツールによってはこの白い布の方がですねいい場合もありますので、セットなんかで買っていただけるといいんではないかと思います。実際にこうバーチャル背景みたいなところでですね、この体のところが緑に出ちゃうっていうところもあったりもするので、そういった場合には白い布を使ってください。こういうスクリーンタイプを私は普段使ってるんですけれども、このクロマキースタンドというものは結構便利でして、まあ、この下から引き上げるという感じでですね、このスクリーンみたいに使ってるようなものなんですけれども、ちょっとお高いんですが非常におすすめです。で折りたたむことができるというか、収納することがそもそもできるので、持ち運びとかはですね取って持ってすることができますし、ちょっとは重いところもあるんですけれども、まあ、通常であればですね持ち運びできない程度ではないので、まあ、すごい使い勝手がいいようになっております。で私なんかがですね思っているのが、非常にビデオ会議でのですね使いやすさを考えると絶妙なこの大きさになっていて、しっかりとですねちゃんとこう入る形でですね、かといって取り回しがしやすい大きさにギリギリのところで調整できてるなっていうのが私の率直な感想です。実際に私のオフィスがこんな感じになってるんですけれども、こういったところでですね仕事をしながらですねこうオンライン授業なんてもやるわけなんですが、背中ギリギリのところにつくような感じでやりますと、私の環境のその iMac のですねカメラの中でもちゃんとグリーンバックがフォローできていて、バーチャル背景がきれいに出るといったような風になります。で Zoom での設定方法なんですけれども、バーチャル背景のですねちょっと場所がいろいろ変わったみたいなんですけれども、まあ、通常通りそのグリーンバックを使用するってところにチェックが入ればですね綺麗に映るようになります。でこれは私が専修大学の学生さんの卒業研究と一緒にですね研究したんですけれども、オンライン会議においてはですね非現実的な風景ですね、こうリゾート地だとかそういったものだとか、その綺麗な壁紙といったようなものよりも、このリアルなですね会議室っぽい風景の方がですねすごく印象がよく相手に映るそうで、こういう仕事上ではですねその場の雰囲気といったようなものが、ね、リアルな感じに伝わるっていうふうにすると、相手は非常にですね好感を持って見てくれるということが分かってきました。はい、ぜひ皆さんもご活用ください。オンライン授業での印象アップのためにもう一工夫ということで、グリーンバックをご活用いただければと思います。それではまた。はい、はい、ということで2週にあたりまして、玉川大学教育学部の浜田秀武先生のお話をお聞きしたわけですけども、いかがですか。はい、昨今こうコロナ対策の関係もあって、オンライン授業をやっていて、その Zoom であるだとか Google Meet なんていうツールの話なんてよく聞くんですけれども、今回改めてオンライン授業で学ぶ意味といったようなものを深く考えるいい機会になったと思います。また今日のお話の中でも、卒論報告会で Zoom の、チャット機能をうまく使われたって、これちょっと目から鱗だったなって気がします。はい、私はもう改めてこう、うまく使えてないなっていうふうに思ったんですけども、やっぱりやってる時にルールをちゃんと作ってどう運用するかっていう決めることによって、私でも今後どうやるかっていったことが見えたので非常に勉強になりました。やっぱり構造の部分しっかりデザインした上でこのツールを使うというのが大事なのかもしれないですね。そうなんでしょうね。はい、といったところでお時間になってしまいました。 iTeachers TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.